ードがかなり入りそうですね。すごい。全女子が憧れる財布といっても過言ではないんじゃないでしょうか。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はバイマで実際に売れているミニ財布のレビュー第4弾をお届けしたいと思います。今回も姉妹サイトのバイマで今売れているお財布を取り寄せてみましたのでレビューしていきたいと思います。はい、収納力だったり使いやすさなど細かいところまでお伝えしようと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにご紹介するのは今セリーヌで一番売れていると言っても過言ではないこのトリオンフのマークが印象的なモデルです。はい、やっぱり可愛いですよね。可愛いですね。はい、ちょっとつるんとした滑らかなレザーでツヤ感があるのでこれもすごく綺麗だなと思います。中の作りを見ていこうと思います。中がこんな感じの三つ折りタイプなんですが、まずカードスロットが 1,2,3 とこちら側に 1,2 と計5つございます。であと加えてここですね、小銭入れの裏側の部分に入れられるのと、ここにも一つあのポケットがあるので、まあ、カードを入れてもいいですし、まあ、領収書だったりを入れることもできます。はい、であの紙幣を入れる部分ですがこんな風に入れることができるのであのすごく出し入れがしやすいような仕組みになっています。そうですね、ここまでガバッと開くんですね。はいはい、本当に取り出しやすいんじゃないかなと思います。はい、であとコインケース、小銭入れの部分ですがこんな感じで独立しているような形になっています。開けるときはスナップボタンで開けましてこんな風に開きます。でマチもしっかりとあるのでこちらも三つ折り財布とコンパクトなんですがたくさん入れられそうな感じがします。では実際に収納力をチェックしてみたいと思います。まずはカードからです。レア数なんですけれども今新品の状態なので少し硬さを感じますね。ただすごくあの滑らかな素材で馴染みやすそうな感じはするので使っていくうちに入れやすくなってくるんじゃないかなと思います。そうですね。はい、今カードスロットに5枚入れています。こちらのポケットにも入るか見ていきます。こちらのポケットが少し窮屈な感じがするのでちょっと小さめのものとかちょっとレシートをここに入れとくなんていう使い方がいいのかなと思います。こちらのポケットなんですがこちらもちょっと厳しそうですね。入りそうな感じはするのでもしかしたら使っていくうちに馴染んでいくかもしれません。でカードが2枚ずつ入るかどうかなんですがやっぱり最初硬かったので少し厳しいのかなと思います。はい、実は私セリーヌの中の作りが同じお財布を使っているんですけれども、はい、やっぱり最初はちょっとこちらのポケットの部分にハードカードを入れるのは難しかったんですけれども、うん、使っていくうちに馴染んでいって、うん、あの今は問題なくハードカードも入れて使ってるので、はい、まあ、使っていくうちに入れられるんじゃないかなと思います。はい、続いて紙幣を入れていきたいと思います。このお財布のいいところが横からスルッと入れることができるという点ですね。はい、こんな感じで入れられてで取り出す時もこうスッと一旦出すことができます。はい、小銭の部分です。今10枚入れた状態です。閉めてみます。あ、問題なく入りそうですね。この財布の特徴ここの小銭入れが独立しているのであの支払いで小銭だけちょっと支払うなんていう時はここを開けて探しやすい確かに作りになっているの で、 そうですね、ちょっと細かい部分があの使いやすいディテールになってるなと思います。はい、でこの状態で締めてみるとこんな感じです。続いてご紹介するのがシャネルのこちらのミニ財布になります。はい、もう高級感がすごいですよね。そうですね、やっぱりこのココマークがすごく印象的です。はい、
全女子が憧れる財布と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。はい、こちらがキャビアスキンという素材を使っておりまして、はい、傷がつきにくいのが特徴となっております。はい、実はバイマーでは本当にシャネルのお財布を豊富に取り扱っているので、はい、色味だったりとか、うん、形だったりとか、うん、店頭でもしお好きなものを見つけるのが難しい方はぜひバイマーを一度チェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では中の作りを見ていきたいと思います。こちらもスナップボタンで開ける作りになっておりまして、はい、中がブラウンなんですよね。あ、素敵ですね。これがまた上品で本当に素敵だなと思うんですけれども、こちらが、横からカードを入れるような形になっておりまして、はい、1,2 とこちらが2,3、はい、全部で3つ外側にカードスロットがありまして、はい、こちらも中のお札の部分にまたさらに1,2,3と3つカードを入れることができます。はい、お札はこちらに入れていただきます。小銭はこちらの外側に入れていただくような形になっておりまして、はい、こちらもマチがしっかりあるので、はい、小銭もいっぱい入れても問題ないんじゃないかなと思います。はい、こちらのお財布なんですけれども、うん、このスペースがちょっと活用できるかなと思っていまして、なんかここにお守りとか入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、では実際にお金を入れていきたいと思います。はい、まずカードから入れていきます。はい、今外側のカードスロットに3枚カードを入れた状態です。もう1枚入るか見ていきたいと思います。はい、2枚目も入れることができそうです。はい、2枚目も全て入れてみたんですけれども、こちらの右側の部分はこのキャビアスキンの革が使われていて、まだちょっと馴染んでいないので少し入れづらさみたいなものは感じました。はい、ではこちら側にもカードを入れていきたいと思います。はい、今内側にもカードを3枚入れた状態でちょっと1回締めてみたいと思います。はい、ちょっと分厚さがある分、うん、厳しそうですね。厳しそうですね。うん、なのでちょっと外側のカードを1枚に減らしたいと思います。はいはい、1枚に減らすとすっきり締めることができました。はいはい、では続けてお札を入れていきたいと思います。はい、今お札を5枚入れた状態です。続けて小銭を入れていきたいと思います。はい、今小銭を10枚入れた状態です。こちらで問題なく締めることができました。続いてご紹介するのはこちらのジルサンダーの三つ折り財布です。よくレモンイエローが可愛らしいですよね。はい、可愛らしいですね。はい、春らしくてこの時期にもぴったりですよね。はい、素材なんですけれどもつるんとしたカーフレザーになっておりまして、すごく色味も映える素材となっております。カラーなんですが日本公式にはブラックしか展開がなかったんですけれども、バイマーですとレモンイエローですとかあとベージュ系など、いろんなカラーが揃っていますのでぜひチェックしてみてください。では中の作りをご説明します。こちらはスナップボタンで開けるタイプになっておりまして、こんな感じでお札入れがあるんですが、ここにカードを入れるスペースが 1,2,3 と3つございます。小銭入れの部分がこんな感じでガバッと開く作りになっております。でこちらも先ほどご紹介したシャネルと似ていまして、構造上ここに隙間ができるのでここにも何か物入れてもいいかなと思います。はい、続いて収納力を見ていきます。まずはカードですが、こちらの内側部分にスロットがあるので入れていきます。もう入れやすさはすごくいいですね。滑らか、はい、滑らかで見ただけで入れやすさが伝わるんじゃないかなと思います。で2枚入るかチェックしていきます。これも全く問題ないですね。少
少し真ん中だけ横の広さがちょっと狭いので少しきつさを感じますが、問題なく2枚ずつ入れられます。はい、この状態で締めても問題ないです。続いて紙幣を入れていきます。5枚入れます。これもすごく入れやすいですね。こちらの手前の皮がガバッと開くのですごく入れやすさを感じます。はい、問題なく締まりました。続いて小銭です。10枚入れていきます。これ街が広いですよね。広いですね、うん、たっぷり小銭も入れられそうです。ます。はい、10枚入れて締めてみます。ちょっと分厚さはありますが、うん、こう開いた時にすごく小銭が見つけやすいっていうのがいいところかなと思います、うん、そうですね。最後にご紹介するのがケイトスペードのこちらのお財布になるんですけれども、はい、実はこれもう日本公式にはないようなモデルになっておりまして、はい、ちょっと見ていただくと分かるんですけれども、はい、手のひらよりちょっと大きいかなぐらいのサイズ感 で、ね、ミニ財布だとちょっと物足りないなっていう方には絶妙なサイズだと思うんですよね。確かにそうですね、長財布よりかは少し小さいっていうところですね、はい、なので、まあ現金とかを結構持ち歩くよっていう方には、はい、ぜひおすすめしたいアイテムかなと思います、はい、なんか色合いも本当にケイトスペードらしくてポップで使いやすい色味となっております。では中の作りを見ていきたいと思います。後ろからスナップボタンで開けるような形になっておりまして、はいはい、カードがこれかなり入りそうですね。すごい、すごい。縦に5個とこちら側も4つ入れられるような形になっておりまして、はい、サイドも4つポケットがあってかなり収納が充実していますよね。たっぷり入れられますね。はい、あとさりげなくここにケイトスペードのスペードマークが入ってるのも可愛らしいかなと思います。はい、可愛いですね。ここにカードを入れるとカードの中が透けるので、はい、こうよく使うカードとか入れとくといいかなと思います。いいですね。はい、でお札なんですけれどもこちらが2つに分けられているので、なんか1万円札はこちら側に入れて、はい、1000冊と5000冊こちらみたいな感じで使い分けることができるのも嬉しいポイントかなと思います。で小銭入れはこちらの外から開けられるようなタイプになっておりまして、はい、L 字型のファスナーになっております。こちらもかなり幅がやっぱり広いのと待ちがしっかりあるので本当にたくさん入れられそうだなという印象です。うん、2つに分かれているので、はい、こちらもお札と同じように種類によって分けて入れていただくのがいいかなと思います。うん、はい、では実際にどのぐらい入るか見ていきたいと思います。はい、いっぱい入りそうなの で、ね、ワクワクしますね。カードから入れていきます。たくさん入れるにつれて少し厚みが気になって、うん、下の方は少し入れづらさがありました。うん、入れてみて気づいたんですけれども、うん、このパスケースの部分縦から入れるかと思っていたんですが、うん、実はここにも収納があって、ね、この部分に入れることができるような作りになっていました。はい、なのでここにもう1枚カードを入れたいと思います。でこちらも入れていきたいと思います。今すべてのカードスロットにカード1枚ずつ入れてすでに14枚カードが入っている状態です。非常に大容量ですね。はい、ここからさらにもう1枚入るか見ていきたいんですけれども、はい、入れられそうですね。うん、ただやっぱり下の方になると、うん、入れられることは入れられるんですけれどもかなり厚みが出るので、はい、と今回は1枚で入れたいなと思います。こちらのこの横側のスロットであればもう少し入りそうですね。はい、じゃあこちら側に2枚入れていきたいと思います。ここは結構余裕を持って入れることができそうですね。こちら側の横のポケットに2枚ずつ今入れている状態で、はい、全部で18枚カードを入れることができました。はい、この状態でも問題なく締められました。はいはい、では続いてお札を入れていきたいと思います。はい、今回部屋が2つに分かれているような
作りになっているので、この奥側に1万円札を入れたいと思います。こちらも今合計5枚入れている状態で、まだまだ余裕がありそうです。続いて小銭を入れていきたいと思います。こちらが200円玉を入れて、こちらが20円玉を入れて、合計10枚入っております。この状態で余裕を持って締めることができました。やっぱり非常にカードも多く入りますし、現金もたくさん入れられるので、収納力を求める方には本当にぴったりなお財布だなと、入れてみて改めて思いました。ということで、今回は今リアルに売れているミニ財布をレビューしました、今回ご紹介したこちらのアイテムは全て概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。